皆様こんにちは。 STM プログラムを担当していますショーネットノックチームメンバーの西方です。ショーネットでは毎年ボランティアスタッフとして私たちと共にショーネットの構築運用を携わっていただきますショーネットチームメンバー、略して STM を募集しています。本日は今年の STM に参加いただいておりますメンバーにお越しいただき、 STM とは何なのかというところについて皆さんの本音を交えながらご紹介していきたいと思っております。 STM の皆様、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずはじめに早速なんですが、自己紹介の方からお願いできますでしょうか。はい、シスコシステムズの森本と申します。普段は技術営業として携帯キャリアさん向けのルーターやデータセンタースイッチのご提案を行っております。去年はショーネットはコントリビューターとして参加しておりまして、 STM としての参加は今年が初めてというふうになっております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。慶応義塾大学の石原です。普段はモバイルシステムやエッジコンピューティングの研究をしております。 STM プログラムへの参加は昨年に引き続き2回目となります。よろしくお願いいたします。はい、NTT コムエンジニアリングの下村空と申します。普段は兵役ネットワークの保守業務を行っています。あとは社内のサービスのクラウド移行をお手伝いしています。 STM への参加は2回目になります。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆様にはですね、ショーネットの構築、あと事前検証とかをですね、行います、まあ、いわゆるそのホットステージと呼ばれる期間から参加いただいております。でそのホットステージもですね、今日で6日目になります。毎年ですね、多くの皆様からご応募いただいておりまして、今年はですね、ホットステージからですね、皆さん含めて24名、そしてですね、来週から、ショーネットの運用に携わっていただきますメンバーがですね、14名、参加、合流しまして、合わせてですね、38名のメンバーで構成されています。そしてその38名の STM さんですね、と、私たちですね、このショーネットのコンセプトであったり、設計を考えたノックメンバー、そして機材をご提供いただいております、コントリビューターの皆様、この皆、全員でですね、ショーネットを支えていくといったことになります。で早速なんですが、皆さんにですね、このショーネットについてですね、本音を、語っていただこうかなと思っております。今日はですね、STM の皆さんから、いろいろあるある的なですね、ことを伺っておりますので、それをもとにですね、皆さんにいろいろと、質問させていただこうかなと思っております。はい、お手元にですね、丸×の札があるかと思いますので、そちらでお答えいただければと思っております。ではですね、ここにフリップもありますので、最初に行ってみたいと思います。まず一つ目ですね、こちらになります。STM プログラムに参加して良かったと思っている。はい、丸か×か、せーのでお願いしますね。はい、行きますよ。せーの、はい。はい、ありがとうございます。全員丸ということで、大変嬉しいことです。でですね、これに関して少しお話し聞かせていただければなと思います。ホットステージ、先ほど申しました通り、今日で6日目となります。約1週間が経過したわけなんですが、森本さん、どんな1週間でしたか？そうですね、私はまず最初にライフスイッチと呼ばれるコントリビューターさんでありますとか、STM とか、まあ、皆さんが普段のネットワークの構築に使用するようなネットワークのスイッチの設定というのを最初にしておりました。その次は出展者さん向けに提供するインターネットアクセス回線ですね。そのためのスイッチの設定の作成なども行っておりました。結構この1週間の中で、まあ、思い出に残った、まあ、こうイベントといいますか、作業というのはたくさんあるんですけれども、まあ、その中でも一番記憶に残っているのがライフスイッチですね。ライフスイッチ の、 まあ、構築作業というところで、どうしてもこの日にサービスインを終えないといけないという作業があったんですけれども、まあ、こう STM の稼働時間をちょっと希望者で延長してサービスインのためにやって作業してもいいよっていう風なことがあったんですけれども、最初は希望者だったので私一人かなっていうふうにちょっと思ったんですけれども、他何人かこうゾロゾロと希望者が出てきていただいて、こうみんなでトラブルシューティングして、結果頑張った結果こうサービスが上がるっていうので、こうすごいこうチームとしての一体感を感じたとい う、 こうすごい思い出深いことがありました。はい、ありがとうございます。なんか最初はですね、場の雰囲気に慣れるのも大変だと思うんですが、いろいろ作業されてたと
ということで、なんかですね、あと遅い作業もちょっとあったようで、なんかどっぷりショーネットにハマってるんじゃないのかなと思っております。森本さんは今年初参加ということなんですが、その、初参加の理由、教えていただけますか？そうですね。まあ、私自体が一つメーカーの人間っていうのがありますので、他社さんの製品とかって普段、やっぱり触るってことはほとんどないんですね。なので、やっぱりこう、他社さんの製品も含めて、ネットワークの構築をするとか、他社さんの製品も勉強するっていうところ、ちょっとやっていきたいなっていうのが一つありました。で、もう一つとしては、やはり私の会社からは、STM をこう、かなりの人数を歴代こう出させていただいておりまして、まあ、その先輩方からですね、こう、ショーネットっていうのは、こう、ちょっとお祭りみたいな感じで、こう、すごい楽しいよみたいな話を聞いていたので、参加したいなと思って参加を決定いたしました。はい。実際に経験してみまして、やはりその業務との違いとかってあったりするもんなんですか？そうですね。やっぱりこう、規模感っていうのは一つ違いを感じますね。私が業務でやるような構築作業っていうのは、やっぱりこう、少人数で、数台程度でやるんですけれども、ショーネットはもうコントリビューターさんを合わせると何百人っていう方と、もう何十何百っていうデバイスを設定していくことになるので、まあ、こうそのためのこうコミュニケーションだったりとか、まあ、こう教えていくとか、協力するっていうところにこう非常に大変さを感じますが、まあ、すごいやりがいかなというふうに感じています。はい。もう一つだけ教えてください。この SM にですね、参加して、どんなところにやりがいを感じてますか？やっぱりこう先ほども言ったようにチームとしての一体感っていうのがあるかなと思います。やっぱりこうそれぞれ見ていても STM の中でも得意なところの違いっていうのは非常にあって、例えばこう試験用シェルスクリプトを作るのがすごい得意な方とか、あとはこう作業を円滑に進めるためのこうマネジメントが非常に上手な方とか、やっぱりショーネットでもネットワークのネットワークにすごい詳しい方とか、こうそういう方々がそれぞれ力を合わせて一つのネットワークを作っていくっていうところがやっぱりやりがいかなというふうに私は思いますね。はい、ありがとうございます。そうしますと次にですね、石原さん、2回目だと思うんですけど、この1週間いかがでしたか？はい、2回目なんですけども、昨年はデプロイ機関からの参加だったので、自分が幕張メッセに合流した時にはもうショーネットっていうのはある程度完成していた状態だったんですよね。で、まあ、今年はまあラッキングから、あとはまあラック間の配線とか、まあ、本当にゼロからショーネットを作り上げていくっていうところをまあ軽減できていて、とても楽しいです。で、まあそうですね、最初はやっぱり物理の作業とかあんまり普段にやらないような作業も多くて慣れないことも多かったんですけども、ここ1週間経って、まあ、だんだん慣れてきたかなっていうふうに感じております。はい、ありがとうございます。そうですね、先ほど申しました通り、まあ、ホットステージ、ショーネットの構築であったり事前検証を行う期間ですので、作業内容も異なりますし、まあ、いわゆるですね、そのショーネットのこう裏側とかですね、そういったものを見れるんじゃないのかなと思っております。石原さんから見て今年のショーネットの印象ですね、まあ、その作業をした印象を教えていただけますか？はい、そうですね、普段研究室のネットワークの運用のお手伝いだったりとか、ある程度の規模の、まあ、イベントネットワークの構築みたいな、まあ、経験させていただいたことがあるんですけども、やっぱここまでの大きい規模のかつ、まあ、大人数が加わって、まあ、なんていうんですかね、濃いネットワークっていうところの構築経験っていうのは本当に初めてなので、非常にまあ勉強にもなりますし、とてもいい経験になっています。そうしますと、やっぱり研究との違いっていうのはあるもんなんでしょうかね？そうですね。研究だとやっぱり、まあ、ここまでタイトな期間じゃないっていうか、そうですね。まあ、やっぱ研究にも期間はあるんですけど、はい、まあ、ここまで、まあ、期限が身近に決まってるってこともないですし、やっぱり、あんまりお客さんに提供するっていうようなネットワークじゃないこともあったりするので、ここまでしっかりテストをやったりとか、検証をやったりっていうのはなかなかないので、そういうところはまあ、勉強になります。はい、ありがとうございます。で、最後に2回目の参加ということで、まあ、改めて感じるショーネットのやりがい、ちょっと難しいかもしれないですけど、ちょっと教えてください。そうですね。はい。ノックの方とか、他の STM メンバーや、まあ、コントリビューターさん含めて、まあ、ショーネットを完成させるっていう一つの目標に向かって、まあ、なんだ、作業をするっていう環境で、まあ、ネットワークの勉強をできるっていうのは、とてもいい環境で楽しいと思うので、そこを、まあ、その環境を生かして、これからちょっと、あと1週間以上あるんですけど、頑張っていこうかなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。ではですね、次に、下村さん、お願いします。下村さんもですね、今年で2回目の参加ということで、ただ前回の参加が2021年ということで、改めてご参加いただいた理由を教えていただけますか？はい、前回参加させていただいた時は、まだ学生で、社会人になって改めてショーネットで得た知識だったりだとか、重要性というのに改めて気づくことができました。普段の業務ではルーターに入ってコンフィグを投入して正常性確認っていうところが主な業務なんですけれども、ショーネットは本当にゼロからラックのマウントだったりだとか、
ラックの棚板をつけるところ、あとはケーブルを配線するところだったりとかをして、最後にネットワークが作って、最後に本当にゼロに戻すっていう普段できない経験をもう一回、社会人になってから新しい視点で見たいなと思って参加させていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、島村さんの学生の時に1回、社会人で1回ということで、少し期間が空いたかと思うんですけど、まあ、いろいろ経験もされたと思います。ショーネットに対しての取り組み方とか、そういったものもやっぱ変わったりしてるものなんですか？そうですね。結構自分的に変わったなって思っています。初めて本当に参加した時は、毎日毎日が本当についていくのが大変で、会話の中でも、わからない単語が多かったりだとか、どうやったら作業できるんだろうっていうすごく戸惑いがあったんですけど、改めて参加すると今、参加して感じてるのは、初回と参加した時と比べるとすごい自分が成長してるなっていうところに実感を感じています。まだまだわかんないことだったり戸惑うことが多いんですけど、前回参加した時にできたコミュニケーションを使って、ノックの方に聞いたりだとか、SDM の仲間に聞いたり、支え合って、うまくショーネットを完成させるように頑張れるかなって思っています。はい、ありがとうございます。ちなみになんですけど、前回参加された経験とかが、そのいわゆるその業務に生かされてるって感じたことありますか？そうですね、結構ありますね。普段の業務ではルーターの中で機器の状態を見たりとかするのがメインなんですけれども、ショーネットは、本当にケーブルの配線だったりとかリンクアップをしてるっていうのを自分の目で確認することができるので、その辺の経験は、業務では得られていなかったので、ショーネットで改めて、得られた知識だなと思っています。あとは、普段あんまり機器を生で見ることがなくて、図面から、機器を想像してっていうことが多いんですけれども、ショーネットのおかげで図面も読めるようになって、配線どうなってるんで だろうっていうのも、自分で意識して、通信ができるっていうことを頭の中で考えながらっていうのも、ショーネットで、できた知識かなって思ってます。はい、ありがとうございます。そうですね。あ、そういえば、下村さんって、前回の参加2011年ということで、いわゆるそのコロナ禍といった中の開催だったんですが、まあ今年ですね、いろんな大勢の方来ていただいてるんですけど、やっぱりそのショーネットの雰囲気っていうのも変わってると思いますか？すごく変わってると思います。なんでかっていうと、やっぱり、コントリビュートされてる機器の数がまず多いなって思ったのと、それに対してのなんかアップグレードっていうのもさらに2年前よりもすごいなって思っています。あとはコミュニケーションに関しても、コロナ禍だったらソーシャルディスタンスだったり、密にならないようにマスクをしましょうみたいな制約があったんですけれども、今年からはなくて、みんなでフェイストゥーフェイスで顔を合わせて、近くで、ラックのマウントをしたりだとか、すぐにノックの方や STM の方とコミュニケーションが取りやすいっていうのをいう制限がなくなったので、すごくそのコミュニケーションに関しても、機器の性能だったりネットワークの大きさもすごくアップグレードされてるなと思っています。はい、ありがとうございます。そうですね、皆さんいろいろなやりがいとかですね、今聞かせていただけるわけなんですが、続きましてですね、もう少しちょっと深い話をですね聞いてみたいと思います。こちらになります。はい、ネットワーク構築作業よりケーブル作業の方が好きだ。なかなかあれですね、ショーネットらしい、質問ですね。はい、じゃあこちらお願いします。せーの、はい。おー、あ、丸が上がりましたね。下村さん、続けての質問になって申し訳ないんですけど、その理由を教えていただけますか？はい、普段の業務ではやっぱりケーブリングを自分でするっていうことが少なくて、私の業務だと、Teams で電話をつないで、指示を遠隔でするっていう方が多いんですよ。このポートにこのケーブルをつないでくださいっていうような指示をすることが多くて、自分で手を動かしてケーブルをつなぐっていう経験が少なかったので、実際に自分で手を動かして自分でケーブリングするっていう作業がすごく楽しかったです。あとは普段やっぱり画面上でしか機器の正常確認だったりだとかをしないので、ポートに、ケーブルを挿した時にリンクが上がってグリーンランプがついた、あ、これで通信ができるんだっていうような正常性を自分の目で確認できるっていうのはすごく楽しいし面白いなっていうのが、ケーブリングがすごく好きだなって思った理由になります。はい、ありがとうございます。そうですね、これだけのですね、大量といいますか、規模の大きいですね、ケーブリング作業
なかなかやる機会ないなと思うんですが、まあ、ショーネット自体がネットワークをゼロから作り、ゼロに戻すという作業の中で、この物理作業というものがですね、重要になってくるところとなります。で、皆さん気がついたかと思いますが、こういったデモンストレーションネットワークだからといって、全然手を抜いているわけではなくて、まあ、むしろですね、すべてのケーブルに、作業効率化のために、ケーブルに、ラベリングしたりですね、まあ、そういったことをやっていると思います。で、これがあるとないとではですね、トラブルシューティングの時間に大幅に影響しますので、まあ、こういったですね、工夫とかですね、そういった形で、ケーブル作業の重要性とか、まあ、物理作業とかですね、どんなにいいネットワークも、このケーブルがしっかりしないと動きませんので、まあ、そういった重要性、改めて感じていただければたらなと思っております。まあ、他にもですね、様々なレイヤー体験できますので、まあ、いろいろな作業を、見たりですね、して、技術的な視野を広げていっていただけたらなと思っております。はい。では、ちょっとこれはあれですね。まあ、見てからの楽しみなんですが、さあ行きますね。せーの。はい。正直なところ、ついていくのがやっとだ。いいですか？ちょっと考える時間を。はい。じゃあ行きますね。せーの。はい。おー、なんか面白い上げ方をしてる方いらっしゃいますね。じゃあ、両方、丸バツになっている石原さんに聞いてみたいと思います。どういった意図で、その2つは今挙げられましたか？はい、そうですね、まあ、ネットワーク機能設定とかラッキング、配線っていうのは、まあ、自分の中ではついていけてるのかなっていうふうにちょっと感じてはいるんですけども、まあ、今回ホットステージの中で自分はローカル 5G の、まあ、機器の、まあ、コアであったり LAN の設定のお手伝いをさせていただくみたいなところがあったんですけどね、なんかそう、学生の身分でなかなか 5G のコアであったりとか LAN を触るっていう機会はなくて、まあ、そこら辺はそのあたりは本当に何もわからないで、なのでやっぱ必死、ついていくように必死でしたって感じなので、ちょっと両方挙げさせていただきました。わかりました。ちなみになんですけど、他のノックメンバーとかコントリビューターの皆さんと会話されたりとかしてますか？そうですね、その先ほど言ったローカル 5G 機器の設定の時にはもうコントリビューターさんにつきっきりで教えていただき、うん、まあ設定の方法であったりとか 5G のこのコンポーネントは何をやってるのかっていうところまで深く教えていただいたりとか、うん、あとは免許の話とか、こういうなんか免許は必要でこういうことを設定するんですよみたいな、そういう深いところまで教えていただけて、とても非常にいい経験になりました。ああ、よかったです。そうですね、本当にですね、そのネットワーク自体が、まあ、高度化といいますか、複雑化してきまして、でかつ、ショーネット最新技術で構築されますので、なかなかですね、まあ、短い期間で全部のレイヤーをですね、覚えるとか、まあ、精通しているっていうのは難しいかと思います。ただですね、ショーネット、ノックメンバー、各分野で活躍しています。ノックメンバーいますし、あと各企業様で、まあ、スペシャリストとして、やっています、エンジニアの方が大勢いらっしゃいますので、ぜひですね、そういう方とコミュニケーションをとって、まあ、自身を磨くとかですね、そんな形で、ショーネットを活用していただけたらなと思っております。はい。ではですね、次の質問をさせていただこうかなと思います。はい。もう、これちょっとあれですね、いきますね。せーの、はい。外に出ると太陽が眩しい。いいですか？はい、行きますよ。せーの、はい。おっと、全員×ということで、ちょっと意外な結果になってしまったんですが、作業されていて外に出た時とか、なんか眩しいって思ったことありませんか、森本さん？私その質問の意味が、はい、朝までやっているから外に出ると太陽が眩しいっていう意味なのかなと思ったんですが。それって休憩時間とかにちょっと行くと確かにちょっと眩しいなって思うことはありますが、朝までやって眩しいとかそういうことは全然なくて、大体夜に終わるので、むしろもう夜かみたいな感じのことがよく感じますね。はい、そうですね、まあ、ホットステージ期間中、まあ、若干照明を落とした形で作業になりますので、あとセキュリティの関係で扉と限定してますので、たまにですね、こう外に出て眩しいって感じる方がいらっしゃるようです。でそういったあれですよね、例えば先日の警報みたいのが大雨警報出たの、森本さん気がつかなかったですよね、多分。そうですね、やっぱりちょっと後ろに機材がたくさんあるんですけれども、ファンの音がちょっとこうなかなかうるさかったりですとか、うん、まあ、やっぱり幕張メッセ自体もかなりこう防音性が高いので、もう外の様子全く分からなくて、こう定例ミーティングで外台風出てるのに気をつけてくださいねって言われるまでは、でもそんな外、うん、こんなことなってんだみたいな、初めてこう気づくみたいなことはありましたね。はい、ありがとうございます。
そうですね、皆さん集中されて作業しているので、なかなか外出たりしないといったこともあったりするんですけど、体内時計が狂ってしまいますので、たまにはこう外出てですね、太陽を浴びるとかですね、してください。本当にですね、来週本番になりますけど、ここでですね、ダウンされてしまっては、皆さんがせっかく、頑張って作ったショーネットですね、自分自身の目で見ずに終わってしまう可能性もありますので、ぜひですね、そういった体調管理は、注意して、作業の方をやっていただきたいなと思っております。そして、会期の本番始まりましたら、もしかしたらご友人であったり、同僚の方、まかれメッセ来てくださるかと思いますので、そういった方にですね、自分の作ったショーネット、ぜひ説明していただければと思っております。ホットステイト、会期までですね、短い期間なんですけど、皆さん思っている以上に、技術力ついてますので、自信を持って、やっていただければなと思っております。選ばれた精鋭ですからね、ぜひよろしくお願いします。ではですね、外の様子がですね、わからなくなるくらい集中して、構築したショーネット、今年の見どころ、再度ですね、森本さんの方からお願いできますでしょうか。はい、そうですね、この後ろにもちょっと書いてあるんですけれども、今年のショーネットのテーマが、インターアスタネットワークと、アスタっていうのはアスタリスクっていう意味なんですけれども、要はいろんなものがこうネットワークにつながってくると、そういうところがやっぱりテーマになってます。で、こうやっぱり最近 IoT とか言われていて、いろんなものがこうネットワークにつながってくるっていうのは当たり前だと思うんですけれども、ショーネットはこうさらにその1個先といいますかっていうポイントで、最近ネットワークってやっぱこう宇宙がすごいテーマというか、こう注目されていると思うんですけれども、ショーネットでも今回は実際に衛星の車を持ってきていただいて、まかりメッセから衛星車を経由して外のネットワークに出ていくと、そういう取り組みをやっています。でもう一つはメディアオーバー IP とかいうところがありまして、映像業界っていうのもそもそもこう IP じゃない世界というか、既存の今のネットワークと違う企画で動いていたんですけれども、それがもう普通のネットワークですね、 IP の上に乗ってくるっていうところがありまして、そのためのこう特別ブースみたいなところも今回出させていただいているので、私の個人的な見どころとしてはこう宇宙っていうところと、もう一つはメディアオーバー IP ってところですね。そこぜひご覧いただくと、非常にこう今年のショーネットをこう感じていただけるんじゃないかなと思いますので、我々は頑張って作ったショーネットを見に来ていただけると非常に嬉しいなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。ということでですね、こんなにも、辛くも楽しい環境でSTメンバーの方、昼夜、ネットワークの構築に、やっていただいております。来週にはですね、ショーネットの運用に携わっていただきます新しいメンバー、参加されます。皆さんはね、ですね、リーダーシップを取って引っ張っていってほしいわけなんですが、石原さん、来週に向けて一言抱負をお願いできますでしょうか。はい、そうですね、昨年は自分はデプロイからの参加だったので、いわゆるホットステージから参加していた STM の方にリードしていただいた立場だったんですけど、今年は自分がその立場、リードする立場になって、ショーネットの構築に貢献できるように頑張っていきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そうですね、ぜひ頑張ってください。ホットステージは、残り3日間、そしてですね、インタロップ開催まで、ちょうど1週間ですかね、になっております。ここからですね、少しペースアップするかもしれませんが、引き続き安全には注意して、作業の方やっていただければなと思っております。はい、実はですね、他の STM メンバーにもですね、同じ質問をしておりますので、こちらをご覧ください。あれです、ネットワーク、こっちが作業も、でも、楽しい作業ではあるんですけど、ケーブリング作業は、ケーブルをきれいにまとめたりとか、そういったいろんな観点が詰め込まれているのもありますし、刺した時に機械がリンクアップするかどうかみたいなところの、ヒヤヒヤ感みたいなところも含めて、とても、はい、楽しい作業だなと思います。そうですね、なんか私自身あんまりこうケーブル配線とかの経験がなくって、で今回 STMC として参加して、そういったこう物理の筐体を指すっていう経験をしたいなと思っているので、その今までのこのホットステージの期間で、いろんなことが経験できて楽しかったので、丸で、はい、
あ、そうですね。構築作業っていうのが、ルーターにコンフィグとか入れることの、ことかなと思って、×を出したんですけども、まあ、普段の業務とかでも、まあ、ルーターとかスイッチに、まあ、コンフィグを入れて、ネットワークを、まあ、構築したりとか、検証したりとかをやっておりますので、どちらかというと、そういった、作業の方が好きかなというところで×を上げたんですけど、まあ、ショーネットだとケーブリングとか、まあ、物理的な作業もいろいろできるので、ちょっとこの今回ショーネットに参加してケーブリングとかの作業も面白いなと思い始めております。はい、なんか手一杯で昨年も参加をさせていただいたんですけども、その時よりかは理解してるかなとは思うんですけど、まあ、まだまだ全然分かってないなと思ってるので、これからまだ時間があるので勉強していきたいと思ってます。そうですね、まあ、これも、まあ、そうですね。私自身普段の業務が、ちょっと、普段の業務と今回のホットステージでやってることで、ちょっとやっぱ違いがあったりとか、あとは初めて触るベンダーさんの筐体、スイッチとかルーターとかあったりして、わからないことだらけで、ついていくのがやっとだなという印象です。そうね、結構、すごいスピードで、まあ、構築が進んでいって、まあ、いろいろなタスクも降ってくるので、まあ、今回のタスクがどういった目的で、まあ、どういった理由で振られているのかみたいなところとか、まあ、詳細を理解して、まあ、正確に作業していくところで結構いっぱいいっぱいかなというところはあります。今インタビューを受けてくださった STM が参加しております。インタロップ東京ショーネット2024、少しでも面白いかなと思った方いらっしゃいましたら、ぜひですね、幕張メッセの方お越しいただきまして、ご自身の目で、見ていただければ、助かります。はい。では、すみません。最後にですね、もう一個質問がありました。ですね、ちょっとフリップないんですけど、私自身から聞かせてください。STM に興味を持ったら、まず応募してみるべきだ。いいですか？せーの、はい。お、ありがとうございます。ここで×が出たらどうしようかと思ったんですけど、はい。STM プログラムにつきましては、2025年、ショーネットでも、募集の方させていただきます。興味を持った方いらっしゃいましたら、今年の末、12月頃にですね、公式ウェブサイトの方で詳細が掲載されますので、そちらをご覧ください。はい。ではですね、最後に下村さん、応募を考えている、皆さんへメッセージを一言お願いできますでしょうか。はい。まずは応募してみることが最初の大きなステップとなります。ここでしかできない経験がたくさんあると思います。ぜひ来年応募お待ちしています。はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、以上となるんですが、この後ね、皆さん、まだまだ作業あるかと思いますので、先ほども言いましたが、安全に注意して、作業の方を続けていただければと思っています。はい、では皆様、本日はありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、今回のこの STM で初めての参加ということで、できないことがいっぱいあるんですけど、まあ、その経験をこう生かして1年間また頑張って次生かせる機会が、まあ、もし頂戴できたらチャレンジしてみるのもありかなとは思っています。結構このイベント社内でも注目度が高くて、後輩とかも結構行きたがっている人は何人かいますので、そっちの方で行きたいという人がいれば譲ろうかなと思っています。で、逆にそれで譲る相手がいなかったりか、あと他のノックとかはさすがにないかもですけど、何か別の形でこのイベントには継続的には関わっていくかもしれないので、そういう意味ではあるかなと思って。ソネットは数年後5年とかに主流になってくるであろう技術を使って構築してるっていうテーマになりますので、そのショーネットでやったことが数年後に生きてくるっていうことは全然あるかなと思いますし、そのショーネットで触っていたからその数年後、まあ、実際に構築を自分がリードできるみたいな立場になると思うので、そういった面でもショーネットに参加するのはとても意義があると思ってます。